皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回は前回の続きだね。寺院を探しています。あの蛇はグレルフィーンに似てないか。グレルフィーン？氷の下にいる海の竜だ。ものすごく大きくて気性も荒い。どの蛇のことを指してるか全くわからん。お、大蛇の指輪、装備だな。回避能力が上がる装備ね。ただ攻撃力とか防御力が下がっちゃうのが難点かも。 0.9% な。悪くはないんだけど今は必要なさそう。お、ここがブールの寺院か。暗いな。こういう場所はどうも性に合わん。静かに。ナーガケイボロスに敬意を払え。すまんな、司祭さん。この大きな声はわしの魅力の一つでな。この寺院の中に入るのは初めてではないが。もうちょっと踏ん張って、みんなでこいつらを撃退するよ。刈り取らせぬぞ。私の息があるうちは闇よ消え去れ。もう遥か昔のように感じられるが、我らは霧を払った。少なくともそう考えていた。ここの寺院で前回は霧を払ったってことなのかな。そして目の前に休憩ポイント、何かありそうね。とりあえず休憩して、セーブしておこうか。司祭さんよ、ビルジウォーターにあんたの仲間があまり住んでいないのはなぜだ。大半のブールは伝統というものを御所を大事にしている。彼らにとってビルジウォーターはペイランギ、よそ者の町なのだ。女神ナーガケイボロスは欲望を受け入れろと説いている。そしてビルジーウォーターは欲望の町だ。他の見方もあるだろうが。ビルジーウォーターに来る者は己の道に従っている。心のまま流れるためにそこには真理がある。真の邪悪は命と流れを停滞させる淀みだけだ。だからこそ黒き霧を撃退せねば。あんたが守る人々は善か悪か。母なる大蛇が裁きを下す。私は守るのみ。何時は何のために戦う。それは時とともに変わる。今はこれでいい。さて、早速だが目の前にある像に向かって何かしてみようか。おい、あんた。静かに、祈りの最中だ。誰かが、よそ者がここに来たようだ。何かが持ち去られた。大切な何かが。この下の地下墓地に行けば何が起きたかわかるはずだ。よっしゃ、じゃあ地下に向かうか。寺院は部外者から秘密を守る作りになっている。奥に進むには試練を乗り越える必要があるぞ。覚悟は良いか。わしらが力を合わせれば超えられない試練などない。では行くか。何時らはどちらも向こう水だな。見ているだけで楽しくなる。それでは試練とやらを受けましょう。
用心して進め。価値あるもの以外は歓迎されぬ。わしの足取りがこんなに軽やかとは。嫌な予感がするぞ。やっぱり何かいそうな雰囲気ね。警戒して進んでいこう。でもパッと見たところ敵とかもいないけどな。まあ罠には次は気をつけましょうね。というわけでちょっとした困難を乗り越えて奥まで来ました。罠があるって分かってるのに引っかかる人がいるってマジ。風の中の冷たいささやきのようだ。ブールの魂はこの世にとどまらぬ。何か邪悪なものがここに居座っている。前に進むと台座があったな。とりあえずこれを起動してみるか。おお、雰囲気が変わった。今度は月と太陽の石を探せばいいんだね。というわけで月の石っぽいの見つけました。このタイミングでボス戦、てっきり太陽と月の石を集め終わったタイミングだと思って完全に油断してたんだけども。雲の女帝、モーラート。雲の特徴として、罠って攻撃があるわね。相手に雲の巣を付与して素早さを下げる技で、もともと雲の巣がついている敵にはスタンを付与する攻撃ね。ってことは相手の数を減らした方が良さそうか。雲の巣を使われまくっても嫌だし。今のが雲の巣か、ダメージは36だからなんともないけど、スタンが嫌だね。ちなみにテンポを良くするために戦闘速度倍にしてます。サクサクやっていこうね。ここで相手がハザードを召喚、パス、オブ、ウェブ。今までのハザードとはなんか違うな。今までのは視覚の範囲だったのに対して、今回のハザードはバランスレーン全体に付与されてるわね。どうやらレーンスキルをバランスレーンで実行したファイター全員が対象になるみたい。つまりスピードレーンやパワーレーンでレーンスキルは使用した方がいいってことか。よく見ておこう。さすが女帝って感じか。少し弱いやつとはいえ雲はこれ無限に出てくるな。ある程度隙を見て雲の女帝を攻撃しないとね。体力も多いし。このボス戦の BGM 好きだな。盛り上がり方とか。友を持つはいいもんだ。あんたがわしの盾だな。
鋼の風が吠える。これでとどめかな。毒で死んだわ。朝が命取る。いやー、強敵相手にも割と普通に勝てるから成長を感じる。これで月の石は入手できたし、あとは太陽の石か。こっちはボスじゃなくてパズルを解けば入手できるみたいね。もしかしてこっちを先に取る感じだったか。太陽の円盤、石ではないがまあこれだろ。おお、道ができた。意外とハイテクなんだな。あとはブールの寺院の汚れを浄化せよ。つまりこの先にこの寺院を悪くしてる元凶がいるってことか。丁寧に休憩ポイントもあるしな、しっかり準備していこう。また予言か。いや、瞑想しているだけだ。私はナーガケイボロスと深くつながっている。その意志は私の意志。私は運命の流れを受け入れる。だが課せられた使命は時にはあまりに重い。だから時折休息が必要になる。なら物語がいいぞ。わしがウィンタースパイク山脈の地下深くで火吹きドラゴンと戦った時の話はしたか。その炎は氷を貫き巨大な川となった。ことあるごとに物語が。わしはたくさん冒険をしてきたからな。そうか。では話してくれ。1年間ずっとブリザードが吹いていた時のこと。ブラムは雪崩をそらし小さな漁村を救った。というわけで休憩ポイントの先に行きました。よくも我が寺院に足を踏み入れたな。この寺院は母なる大蛇のものだ。立ち去れ。それとも力ずくで追い出されたいか。貴様らの女神はここを見捨てたのだ。来るべきではなかったな。さて、その無礼な振る舞いをもてなしてやろう。さて、ブールの寺院のボスだね。偽りの女神、ザタル、体力は2641。気をつけるべきバフは女神の復活。デバフとダメージのほとんどが無効に。傷つくのは自身のキャンターから壊れた進行を受けた時のみ。素早さが 30% 上昇する。あとスタン無効ね。キャンターってのは取り巻きのことか。キャンターのバフとしては最後の A か。チャンピオンによってキルされるとデバフのスタック全てを壊れた進行に。壊れた進行のそれぞれが偽りの女神に最大体力の 4% の確定ダメージを与える。つまりボスを直接狙うんじゃなくて取り巻きのキャンターを優先的に倒せばいいって感じか。お、これが壊れた進行か。317ダメージを与えたな。よい。
そこを処理するだけで勝手に倒れそうになってるね。意外と雲よりも考えること少なくて楽かも。と言っても雲で考えるのはバランスレーンでスキルを使わないってことだけだけど。いろいろもらえたな。司祭よ、そなたは民に誇りをもたらしてくれました。お会いできて光栄です、ご先祖様。ここで何があったのですか？偽のザタルが寺院を怪我しましたが、彼女が倒れ我々は浄化されました。しかし我らの眠りを妨げたのは彼女ではありません。ある男でした。その男を見てください。ブールのしきたりをよく知るその者がこの寺院の心を奪ったのです。ガングプランク、なぜ奴が寺院から盗みを？寺院は汚され我らの魂が集められたのです。有利を得た偽りの者はその困難に乗じて多くのものを味方につけました。安らかにお休みください。ええ、そなたのおかげで母なる大蛇の懐に戻ることができます。ですが気をつけなさい。恐ろしい暗黒の時が訪れようとしています。母なる大蛇を信じなさい。霧を退けることができるのは女神のみなのです。何者だ、ガングプランク？奴は古い友人で、ビルジーウォーターの略奪王と呼ばれていた。サラ・フォーチュンが町の支配をめぐって戦い、サラは奴が死んだと信じていた。ここで、あの男に出くわすことになるとはな。そしてもし奴が黒き霧を再びグレイハーバーに呼び込み、シャドウアイルと手を結んだなら、暗黒の日々がやってくるだろう。あんたも俺もお互いシャドウアイルに用があるようだな。これからどうする？先に行け。私は少しここで祈っていく。女神よ、どういうことなのですか？なぜガングフランクがこんなこと？そなたの不安が私を母なる大蛇の元から引き戻しました。なぜ苦しんでいるのですか？大いなる闇をビルジーウォーターにもたらしたのではと恐れているのです。ガングプランクですか？なぜあの男をそこまで恐れるのです？かつてあの男を愛していた。奴は我らと暮らし我らの生き方を受け入れた。もうずいぶん昔の話だ。だが奴の船が燃えているのを見て私は悲しむ我が身に気づいた。ブールの同胞が瀕死のあやつを私の元へ連れてきた。奴はビルジューウォーターを取り戻そうとブールに乞うた。だが女神の意志では情明の者は欲望のため戦う者。奴は私が知るかつての男に戻っていた。ひどく哀れで弱い男に無駄だと知りつつ私は試練を与えた。しかし母なる大蛇のご意志は想像を超えていた。女神は価値を認めた。私には見えぬ何かを奴に見たのだろう。私は必要なものを与え送り出した。運命に従えと。そなたは真理の担い手。
母なる大蛇がそなたを導くでしょう。そなたの道を歩めば全てはしかるべく収まります。ガングプランクが生きているとさらに伝えなければ。しかしビルジウォーターの平和のためには全てを知らせることはできません。今はまだ。これが正しい選択なら良いのですが。というわけでブールの寺院の汚れを浄化できたので、今回はこの辺で終わりにしましょう。次回はミスフォーチュンの館に戻って何をするのかしらね。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。